ドア島は、日本海軍の不設艇。平島型不設艇の8番艇。1942年11月15日、日立桜島造船所にて竣工。クレチンジュ布石、佐伯防備船体付属に編入。佐伯を基地に、パラオ、沖縄方面の船団護衛などに従事。1944年6月1日、第4海上護衛隊に編入。 1945年2月1日、第18戦隊に編入、任務は引き続き戦団護衛や、機雷敷設等。また、ド・ワシマは、ドイツの潜水艦、U511、IT24 及び、陸軍の潜水艦の護衛やドイツ潜水艦に、撃沈されたソ連潜水艦の乗員だという、漂流者を救助したこともあった。1942年12月20日深夜、 ド・ワシマは、豊岬沖で、アメリカ潜水艦、ドラムを発見し、攻撃した。1944年7月3日、キールン発のタム20バイト船団、護衛中潜水艦の来撃を受けるが、魚雷は、ド・ワシマの下を通過し、その直後隣を航行していた、カモマルが、ひかみなりした。1945年3月1日、石垣島で敵機と交戦し、激追に、 不確実一記録した。4月30日、再起で爆撃を受けて後部に被弾、大乳島へ向かいそこで格座した。戦死者は14名であった。この爆撃は、グアムより、再起飛行場を目標に来襲した第314、爆撃飛行団の B-29 爆撃機11機による、ものであった。11月20日除籍。戦後、日戦サルベージにより解体される。 13mm 連装機銃は25、立方ミリメートル連装機銃に取り替えられたほか、さらに各所に 25mm 機銃が追加され、最終的には20機くらいになっていた。このため乗員も増加し、最終的には150名以上となった。レーダーは1944年9月に1号3型電探が装備された。ほか、水中磁気探知機の実験にも従事した。は、 久保忠彦隊であった。久保は大阪商船入社後招集され、短期現役士官として、商位となり、一旦大阪商船に戻った後再び招集され、土和島定庁となる前は、特設奉還県府設官、新京丸の公会長などを務めた。乗組委員は、久保の総監のうまさを自慢していた。ありがとうございます。